元グッチのこのね燃料キャップっていうのはちょっとね独特なんですよね。外れるしね。でね、外車のさ、なんていうのかな、こう萎えてくるところってさ、廃屋なんだよね。家で、はい。まあ外車を買う以上はさ、まあ覚悟しなきゃいけないことなんだけどね。でまたさ、外車のこの燃料タンクはこの V7 にしてもさ、タイガーにしてもさ、タンクがでかいから1回の給油がすごい、こうなんていうかな、こう軽自動車みたいな。まあいいけどね、こんなもんかな。反対側からだとこれうまく入んないんだよね、これなんで。わかんないよな、これ斜めになってるからかな。まあ気づけばメインどころが2台とも外車になっちゃいましたからね。まあ廃屋は仕方ないしね。はい、もう今日も夕暮れになってきましたんでね、もう今日は家に、帰ろうと思いますけれどもね、はい、その前に、うちの大食いの彼女に、お腹いっぱい、ご飯を食べさせました。まあね、気がつけばね、メインどころが外車になってしまいましたよ。まあこれどうなんだろうね。まあ僕自身はそうですね、こんなねメインの、こうツーリングマシンがね、トライアンフ、そして、この乗り味を楽しむオートバイが、まあ、V7 ということでね、まあ、イタリアとイギリスですよね、外国のメーカーばかり乗りやがって、お前はなんだこう西洋かぶれかみたいなね、非国この非国民めがみたいな。そんなことを、思ってる方も中にはもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけどね。まあ、誤解のないようにですね言っておきますけれども、僕は日本のメーカーが好きですし、日本のねオートバイっていうのがやっぱり最も信頼できるんじゃないかなっていうふうに思ってますよ。で本当はねその日本のオートバイ乗りたいんですよ。乗りたいんだけど、やっぱり結局その僕にとって、オートバイっていうのは、通勤買い物用の X フォース、まあこれはまあ、あくまでも実用車ですので僕にとっては足なんですよね。なんで信頼性とそれから、まあ、使い勝手も最重視という形で日本車のねヤマハのオートバイを乗っておりますけれども、まあって言っても一応台湾ヤマハだよね、もともとはね、まあですけれどもね、それを使っておりますが、ことねその休みの日にこの乗るオートバイっていうものに関しては、完全趣味だからね。完全趣味なんですよ。でやっぱりね僕自身も最初はこう外車というものに対して比較的ちょっとアレルギーがあって、外車って壊れやすいんじゃないのとかね、まあ外車ってこうね燃費が悪いんじゃないのとかね、まあいろいろこうね思ってたことが、ありました。まあただねやっぱり、壊れやすいと仮にしてもね、まあ燃費が悪いと仮にしても、趣味で乗るものなんで、そこを言ってたら趣味にならないと思うんですよね。そもそもが。はい、でまあ僕自身もね、ある意味こう今のねこの外車外車になったという、まあ、構図なんですけど、これその先ほどの話にかえって言うと、まあ、日本人としてはやっぱり不本意ですね。不本意なんだけれども、もうこれしょうがないよ。しょうがない。まあ仮にね、まあ、維持費が多少高かろうが、燃費が多少悪かろうが、まあこの辺仮にそういうことがあったとしても、しょうがない、っていうふうに思うようになりました。まあ、乗りたいものに、乗ってこその趣味だろうと、
はい、で、結局その僕が望む乗り味を突き詰めていった結果、今ですねこの V7 ストーンになってるわけだし、それから、まあ、ツアーラーのところはね、本当に僕が望むその性能ですね、そういったようなものを突き詰めていった結果ですね、そして1台にまとめるとするのであればということで、まあ、突き詰めていった結果タイガースポーツ660になっただけであって、まあ、その同じようなものが日本の、まあ、日本車の、ね、バイクの中にあるのだとしたら別にそれでも良かったんですよそれでも良かったんですけど、その中であえてここにね外車を持ってきたということは、まあ、僕に言わせるとね、逆に言ったらやっぱり日本のオートバイメーカーのせいというかそういうなんていうのかな、言い訳も言いたくなりますよ。だって、じゃあさ、そのなんていうのかな、言って悔しかったら、日本のメーカーさん、この V7 ストーンのような味のあるバイク作ってくださいよ、そしたら僕買うもん。まあ、やっぱりね、こうなんていうのかな、みんなこう無難な、デザインで無難な性能で、まあ、無難な乗り味でっていうか、まあ本当になんていうのかな、コンペイトみたいなこの V7 はバイクなんですよ。デコボコなの本当に周りがデコボコなんですよ。でも、まあ、あえてね、コンペイトっていうのはあえてあの形じゃないですか。それをね、日本のメーカーさんっていうのは、本当に乗り味っていうところを言わせてもらうと、綺麗な球体なんだよね。まあ、銀玉みたいな感じでさ、B 玉でもいいけど、そんな感じに、こう、オートバイを まあ、みんなが揃って作ってきてるみたいなところがあって、どれに乗ってもね、まあ、正直、あんまり変わり映えがしないんだよね。まあ、同じ気筒数であれば。そんな感じなんですよ。なんでやっぱりこう唯一無二というか、まあ、そのオートバイでしか味わえないっていうような、オートバイの乗り味、そこをやっぱりこう、もっと追求してもらえると嬉しいなっていうふうに思いますね。まあ、それは昔で言うとね、まあ川崎さんがね、スピードをこうバイクのね、バイクはスピード命みたいな時代にね、あえてエストレアであったりね、ダブル6番のようなオートバイを作ったという、まあ過去の経緯があると思うんですよね。やっぱりそれが今はなんとなくですけれども、ちょっとまあ影を潜めている。まあ元々がその川崎さん以外はそういうことにもこうあまりこうやってきているっていう雰囲気はなかったし、でその川崎さんですら、まあ、最近はねちょっとおとなしいのかなというふうに、まあ、最近はもう電動にこう熱上げちゃってるからかな川崎さんは。まあ、そういったのもありますよね。で、まあ、エストレアの、ね、後継の W230 を出すにしても、どうなのかねあのエンジンはあのエンジンでいいのかなっていうのもやっぱりありますよね。では見た目だけ追うのか、そこなんですよね。僕はやっぱそういったところが一番ちょっとこう最近、日本車を離れてこう外車を買ってしまったという自分の、一つこう理由というかね、言い訳を言わさせてもらうとというか、そんな感じなんじゃないかなっていうふうに、思うんですよね。で、かたやね、そのツアーラーの方ですよね、ツアーラーの方は僕は今、トライアンフのタイガー660に乗ってるわけなんですけれども、このオートバイは今度は真逆なんですよ。全然本当癖がないですよね。で、乗ってると本当日本車みたいだもんだって日本車、まあ、見た目も日本車っぽいんだけど、まあ、乗り味も完全に日本車なんですよ。じゃあ日本車乗ればいいじゃんって話なんだけれども、そこに僕が望むところもちょうどいいやつがないんですよね。
まあやっぱりこう、本当に一番僕的に言いたいのは、これ何度も動画では言ってますけども、トレーサー 7GT ですよね。はい、まあ、MT-07 のエンジンを使ったアドベンチャーですよね。まあ、海外では売ってるのに、なぜ日本では入れてくれないのか、っていうのはすごく多いし、まあホンダもね、まあそうですね、最近で言うとこう NX500、はい、まあ、海外では出してますけど、まあ、なぜか日本に入れてくるときは400になるとかね。まあ、いろいろこう、その免許の問題だったりね、あるのかもしれないですけれども、本当にちょうど僕が望むっていうようなところのバイクが、どうだろう、これしかなかったもんな、本当に。まあ、タイガーしかなかったもん。結局、全部僕が、オートバイのね、ツアラっていうのを1台にまとめると、いうことに関して、まあ、これならいいやと思えたのがタイガースポーツしかなかったんでね、もうしょうがないんですよ。まあ、おそらくですけれども、トレーサー 7GT とかがヤマハさんから普通に売ってたら、もう何年も前から海外で売ってるからね、でそれを普通に売ってくれてたら、もう中古とかももしかしたら出てるでしょうからね、でそれに乗り換えるっていうのは全然あったと思うんですよね。まあ、そういったような意味でもね、まあ、二重に日本のメーカーさんのせいに しようとしてるんですけども。まあ、ただやっぱりこう日本人としてはすごく熟知たる思いがあるのは、こう世界に名だたるオートバイのメーカーが4つも日本にね集中しておりますよね。ホンダさん、ヤマハさん、鈴木さん、川崎さんと、その国に住んでる僕が、あえて、自分の欲しいオートバイっていうところを乗り味だったり、その日頃の使い勝手だったりみたいなところを、突き詰めて選んで、まあ、結果がね、その選んだ結果が2台とも外車だっていうのは、これはやっぱりね、あの日本人としては、非常に不本意な部分っていうのはありますよね。まあ、この辺いろいろ難しいところだとは思うんですけれどもね。まあ、ただ、やっぱりどうでしょう、まあ難しいんでしょうけどね。はい、まあ、乗り味にしても、その販売戦略にしても、まあどうなんだろうね、 MT-07 を日本に入れたら09、それからトレーサー9が売れなくなっちゃうのがやっぱり辛いのかね。まあ、僕はそうは思えないというか、むしろ国内は、トレーサー 7GT の方が明らかに使いやすいと思うんだけどね、僕的には。まあ、海外のさ、そのヨーロッパとかそうは知らないけども、まあ、売り上げ台数が同じだったら単価を取りたいんだろうかね。まあ、どうしてもね、やっぱりいろいろな面でね、いろいろなことがやっぱり日本のメーカーさん、バイクの作り方から、それから売り方までね、まあ、整備の仕方もそうですけれども、なんかちょっと僕には下せないというか、まあ、そのせっかくね、その日本にの、まあ、世界に名だたる4台オートバイメーカーがひしめき合ってる日本に生まれてね、日本でオートバイを乗ってるのにそれにあまり乗らないというね、乗らなくなってしまったというのは本当に、ちょっと僕の中でもね、まあ、残念だなっていうふうに、まあ、改めて、思いますけれどもね。まあ、そこはそれ、我慢してまでその日本車に乗る必要っていうのもやっぱり趣味の世界ですからね、これ全くないわけですよ。まあ、その乗る理由もないしね。なんで、まあ、結果そういったようなこう自分の望むね、ものを、探していった結果が、まあ、今の結局外車2台、それからヤマハのスクーター1台というラインナップに、なってしまったということであってね、まあ、自分でこうなんていうのかな、乗りたいものを選んでいったらそうなってしまったということなんですよね。はい、まあ、ただやっぱりね、改めて、思うとね、ちょっと寂しいなって、思うことは、まあ、否めませんね。はい、ただね、これからもね、もうこうなったらもうスクーターまでもう会社にしてやろうか。あのベスパとかさ、あのランブレッタとかさ、もうそう。
そういうスクーターに変えてもうオール会社、もうオール会社にしちゃろうかなってちょっと思ったりもしますけどもね。はい、まあただね、皆さんもまあ外車、先ほど空上言いましたけどもね、まあ廃屋っていうところはね、基本的に免れようもないですけれども、故障とか修理とかっていうことに関してはですね、さほどあんまり心配することはないのかなと。まあ、いくつか空並み会社乗ってきたわけなんですけどね、まあ、ハーレー、BMW、それからこの元口、それからトライアンフというふうに乗ってきましたけど、それほどね、やっぱりこう心配する必要はないのかなって、思うようになってきましたね。まあ本当にね、10年前にはね、自分のオートバイのラインナップがね、まさかこんなことになるとはね、本当に夢にも思わなかったよね。